名古屋市立豊寺小学校は、名古屋市中川区下の里一丁目にある公立、小学校。戸田小学校より独立し、1892年10月に創立された学校である。愛知県小中学校市によると、児童数の変遷は以下の通りである。現在、令和所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日、現在、中川区のうち、 江ノ木ずに町、江ノ木松町、江松一丁目、江松二丁目、江松三丁目、江松四丁目、江松五丁目、江松西町、かの里一丁目、かの里二丁目、かの里三丁目、京前田一丁目、京前田二丁目、京前田三丁目、富永一丁目、富永二丁目、富永三丁目、富永四丁目、東かの里町、福島一丁目、水里一丁目、 水里2丁目、水里3丁目、水里4丁目、水里5丁目及び富田町大技筒美里、大技京米伝、大技絵の傷を通学区域として指定している。また、卒業後の進学先は、名古屋市立京米田中学校となっている。ありがとうございます。